VR 型ステッピングモーターのアニメ PM 型、ステッピングモーターの駆動回路の模式図、ステッピングモーターステッピングモーターは、ドライバを介して直流のパルス電圧を因果して駆動するモーターである。従って、パルスモーターとも言われる。簡単な回路構成で、正確な位置決め制御を実現できるので、装置の位置決めを行う場合などによく使われる。ステッピングモーターは、固定時に、 複数の巻線を用意しておき、電流を流す巻線を切り替えることによって動作させる。巻線構成としては2章のものが一般的であるが、3章、5章といったものもある。PM 型の簡略化したモデルを例にとって、動作原理を説明する。巻線 A に電流を流すと、固定子と回転子の NS が引き合った状態になる。薪線 B にも電流を流すと、 両方の固定子が磁化して回転子を引き付けるので力が釣り合うように40。巻線 A の電流を切るとさらに45度回転する。巻線 A に先ほどと逆方向の電流を流すとさらに45度回転する。巻線 B の電流を切るとさらに45度回転する。巻線 B に先ほどと逆方向の電流を流すとさらに45度回転する。 巻線 A の電流を切ると、さらに45度回転する。巻線 A に最初と同じ方向の電流を流すと、さらに45度回転する。以上のように、ステップ1から8を繰り返すことによって、一定の方向に回転する。各駆動方式の波形、ステッピングモーターは、巻線への電流の与え方を変えることにより、特性を変えることができる。二小型のモーターについて以下に述べる。 一般的な回転系のモーターの他に直進系のモーターも存在する。産業用とコンピューター用と現在の製品はリニアモーターを埋め込みサーボで制御している一般家庭用と航空機用と自動車用と自動車用軽機自動車や二輪車の軽機に使用されることがあるがこれは正確さよりも演出を狙ったものである。デジタルカメラレンズの移動に主にステッピングモーターが使用されている。 ただし、携帯電話内蔵カメラのような小型のカメラモジュールでは、サイズの関係から、リニアモーターが採用されていることも多い。パチンコ、パチスロスロット回転軸を指定された角度で停止させることが可能なことから、パチンコ、パチスロ機やスロットマシンのリールに使用されている。ありがとうございます。